内写真です。はい。ですから今年のラッキーアイテムはお見合い写真です。私の占いは絶対当たりますから。どんな当たりますから。3時に予約した富野ですけど。あ、はい。準備できてます。今日はよろしくお願いします。あ、こちらこそ。今日マスターは。マスター。ああ、社長のことですか？ええ、はい。今日お休みなんですよ。あ、はあ、そうなんですか。あ、どうぞ、こちらにお入りください。すみません。カバン。あ、どうも。私、霧島って言います。まだバイトなんで、至らないところがあったらおっしゃってください。はあ。今日富野さんは。ですね、お見合い写真をなんかすごいですね。そうですか。ある意味。じゃあ早速撮りますんで。大丈夫ですか？大丈夫です。手伝いましょうか？大丈夫です。いいんですか、それで。私これしか使い方が。取ります。ありがとうございました。いやいや、ちょっと今多分目閉じちゃったんで、もう一回。あ、そう、目閉じてた今。あ、待ったらあれどうしてだろう。じゃあ行きます。実は僕、こういう写真撮られるの苦手で、よく目をつぶっちゃうみたいなんですよ。あ、そうなんですか。すいません、気づきませんでした。あ、いいんですよ、気づけませんから普通。どうしよう。大丈夫ですよ。マスターの時もいつもこうですし。ダメです。
がとうございます。それうっかりごめんなさい、驚かしちゃって。私って緊張しちゃうとすぐ冷静になっちゃうんですよ。ですよね、本当。泣いてないのかな。いいですよ、目閉じてても。ダメです。私はバイトですけど、ちゃんと仕事はしたいんです。ちゃんと取れるまでやります。私の占いが外れたんですから。もう一回だけ撮ってみようかなと。もういいんです。富野さん、お仕事は何されてるんですか？古本屋をやっています。お一人でやってるんですか？はい。あ、嘘です。姉とやっています。お姉さんいらっしゃるんですか？3人。3人とも古本屋でいや、上の2人はもう結婚しちゃってて、新しい古本屋を。へえ、いいなあ。私もお姉さん欲しかったんですよね。桐島さん、ご兄弟は？私一人っ子なんですよ。兄弟っていいですよね。私も一回兄弟喧嘩とかしてみたくて。あ、なんか私たちがお見合いしてるみたいですね。お見合いってこんな感じなんですか？あ、すいません、これからするんですよね。すいません。お見合いはしてないんですけど、こうやって写真を撮るのはもう何回目になるか忘れちゃいました。なんか写真を渡すと
毎回断られちゃうんですよ。そうなんですか。富野さんなら大丈夫ですよ。知ってます？カメラマンってシャッター切る瞬間、カメラマンってこう意識して、こう意識して、こう意識して、して恋してるんです。あ、今目閉じませんでしたよ。やった、撮れましたよ。本当、目閉じなかった。すっごい写真撮れましたよ。よかった。あんまり時間なかったんで内心ちょっと焦ってたんですよ。はい、あの次の人いらっしゃるんで。はい、写真の方は明後日窓口の方でお渡しするんで。ええ、椅子。あ、はい、すいません。はい、もうなんかいろいろすいませんでした。お疲れ様でした。服もここに置いてきますね。はい、すいません、あ、もう少し待ってください。あ、今日はよろしくお願いします。私霧島っています。まだバイトなんで、至らないところがあったらおっしゃってください。お見合い、やだ。ダメ。なんで？結婚なら舞ちゃんの方が先じゃん。だって、お姉ちゃんは他人の幸せにしか興味がございませんし。写真見てから決めてもいいじゃないの。葵ちゃんも舞ちゃんも頑固なところお母さんそっくりなんだよ。母さんどこ行っちゃったし、父さんの髪だって。どうした？失礼な、お前商店街のあのトミさんが一押しだって言ってたぞ。ああ誠実な好青年だって。葵ちゃん、なかったことにしようね。なになに、葵お見合いするんだ？しないしない。なんで？すればいいじゃん。お見合い写真です。当たりますから。ねえお父さん、私この人とお見合いしたい。